生活にお酢を取り入れていらっしゃいますか？本日は鶏ハム、野菜もたくさん取れるさっぱりソースを作っていきたいと思います。働き盛りの男性にとってはお肉というのは重要なポイントですよね。そうですね、毎日でも食べたいですね。ヘルシーに食べるには胸肉がおすすめですので、今日は胸肉を使って鶏ハム挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。では材料はこちらです。ビタミン豊富でヘルシーな鶏肉を使った豪快な料理ですが、あまりお料理をされない男性でもチャレンジできる内容だと思います。それではまず下準備をしていきましょう、はい、観音開きといいまして、少し切り込み真ん中に入れて、はい、手でこう上から触っていただいて、厚みがこう、ね、揃っていれば大丈夫です。穴を開けておきますね。こうすることで味が馴染みやすくなります。下味をつけていきたいと思います。袋を使うことによって調味料が少なくて済みますので。あ、なるほど。これで冷蔵庫で30分ほど休ませてください、はい、では30分漬け込みましたので、はい、茹でたいと思います、はい、もし温度がすぐ下がるようなお鍋の場合は、加熱をですね、少し時間を増やしていただくといいかと思います。ではソースを作っていきたいと思います、はい、美味しい酢があると味がしっかりと決まってくれるので、こうやってドレッシングにもしやすいかと思います。お好きな方はパクチーとかネギとかね、好きなものを入れてください。では待っている間にブロッコリーのさっぱり炒めも作っていきたいと思います、はい、材料はご覧の通りです。ブロッコリーには豊富なビタミン C、 そしてビタミン E、 ビタミン K、 カリウム、食物繊維などさまざまな栄養素が豊富に含まれています。ブロッコリーが持っている水分で蒸し煮していただくと、茹でてしまうとビタミン C がどうしても水に溶けてしまうので、こういうふうに蒸し煮することによって栄養素も丸ごと食べることができるかと思います、今日はですね、とろみをつける中の水分を美味しい酢に変えています。冷蔵庫でしばらくですね、保存もできますので、多めに作っていただいて、ちょこちょこ毎日食べていただければと思います。では20分経ちましたので、鶏ハム見ていきたいと思います。茹でた後のスープもいいお出汁が出てますからね、この後こちらでスープなんかしていただいてもいいかと思いますよ。では盛り付けしていきたいと思います、うん、色鮮やかになると食欲も、ね、ね、出てきますね。こちらで完成です。では完成しましたので試食を。もっとパサパサしてると思ったら、なんかしっとりして美味しいですね。今日は男性にもってこいのメニューを紹介させていただきました。ぜひお試しくださいね。